はい、プレイボールどうも野球人です。というわけで今回もドラフト候補のお話をしていきたいと思います。今回はヤクルトのドラフト1位についての動画でございます。まずはこちらご覧ください。はい、今回もですね YouTube のコミュニティの方でコメントを取らせていただきました。3000を超える票をねいただきましたので、今回もしっかりとお伝えしていきます。高卒投手、即戦力左腕、高卒大型スラッガー、即戦力遊撃手、即戦力外野手。今回はね、この5つでアンケートを取らせていただきました。その中で、まあ、ヤクルトファン、あとはですね、私の、YouTube の、登録者さんが選ぶドラフト1位というのをランキング形式で、しっかりと今回発表していきます。では、ご覧ください。どうぞ。はい、では、第5位ですね、見ていきましょう。第5位は、高卒大型スラッガーでございます。投票数は 9% ということで2桁いかずという投票数でございました。指名候補としてはですね、私立和歌山の松川選手、千葉学園の有園選手、岐阜第一の坂口選手などが挙げられます。で、コメントもですね、毎回ご紹介してるんですが、今回はコメントはね、ちょっと見当たらなかったので、やはりですね、ヤクルトファンからしたら、そんなに必要じゃないところなのかなというふうにね、感じているんでしょう。はい。で、理由としてはですね、やっぱり村上選手、あとは外国人ですね、オスナ・サンタナというところがね、加わって、打線が結構厚みをね、増したことも要因にあるのかなというふうに思います。で、山田選手もね、長期契約しましたし、塩見選手も出てきたというところで、まだね、そこは必要に感じないのかな、優先度は低めなのかなというね、判断なのかなというふうに思います。はい。では、第5位は高卒大型スラッガーでございました。続いて、見ていきましょう。はい、では続いて第4位は、高卒投手ということでございまして、投票数が 15%、 2桁は乗ってきたんですけれども、まあ、それとも 15% 止まりということでございました。指名候補はですね、結構いっぱいいますね。森木選手、風間選手、小園選手の、まあ、いわゆるビッグ3と言われるところ、あとはその下に木村選手、達選手というところがね、控えているかなというふうに思います。で、コメント見ていきましょう。奥側に続く高卒の投手が欲しいですね。風間、深沢、小園など、あとは外野手の梶原かなというところで、まあ、やっぱり奥側選手に続く高卒選手ですね。奥側選手が成功したので、まあ、そこをね、しっかり取っていこうというところですね。まあ、風間、小園っていうのはそうなんですけど、甲子園で深沢選手も良かったので、まあ、やっぱりね、期待はしているのかなというふうに思いました。こちらを見ていきましょう。来年はまだ青木に頑張ってもらうことを前提に高卒の投手を取った方がいいな。ショートは本山君に任せてもいいと思うしね。それに外野手はドラフト3、4位ぐらいでも取れると思うしね。ということですね。まだね、まあ、他の不安点はあるんですけれども、もう一年頑張ってもらって、今年は高卒をちょっと取ろうじゃないかということみたいですね。はい。で、やっぱりですね、今年は高卒ピッチャー、いいピッチャーがね、本当に揃っているなというふうには思いますし、数もいるということで、1位で取るっていうふうになればですね、誰かしらいい選手は取れるかなというふうには思いますので、まあ、即戦力がね、欲しいっていうところもね、ピッチャーとしてはヤクルトあるので、そんなには伸びなかったんですけど、まあ、判断としては、まあ、全然あり得るのかなというふうには思いました。では、第4位は高卒投手でございました。続いていきましょう。はい、では第3位見ていきましょう。第3位は即戦力遊撃手ということでございます。投票数は 16% と4位が 15% だったので、ここはほぼ変わらないのかなというふうには思いました。指名候補は JR 四国の水野選手、社会人の選手ですね。で、大学生では野口選手が控えているということでございます。コメント読んでいきましょう。中堅レベルのショート青木に代わる外野手ということで、まあ、やっぱりショートストップっていうところを欲している方はいるということですね。で、こちらを見ていきましょう。守備のいい遊撃手、いつまでたっても埋まらないし、思い切って1位で水野を取ってほしいということで、JR 四国の水野選手を名指しでというところでございました。で、やはりですね、ショートっていうところ、ヤクルト長年の課題でございました。昨年はですね、エスコバー取ったり、頑張って埋めていったんですけれども、なかなか埋まらないと。今年もね、広岡選手ね、トレード出して、で、ルーキーで本山選手っていうのが、まあ、頑張っているんですが、やっぱ守備力っていうところでね、いまいちちょっと物足りないかなと。そういうところで欲しいんですけど、やっぱり1で無理にいかなくてもいいんじゃないかっていう感じはね、してしまいます。まあ、池田選手、野口選手、水野選手2位ぐらいでもね、取れなくもないので、
まあ、ここはね、まあ、無理に行くかどうかっていうところはですね、フロントの判断にはなると思うんですけれども、ヤクルト的にはね、まあ、やっぱ行かないんじゃないかなっていう感じはね、どうしてもしてしまいます。だからね、あんまり伸びてこなかったのかなというふうにも思いました。では続いて見ていきましょう。では続いて第2位です。見ていきましょう。第2位は即戦力外野手というところで、野手がねランクインしてきました。投票数は 21% ということで、まあ、5分の1の票を集めたと。で、都市名候補はですね、正木選手、ブライト選手、梶原選手と、主に大学生の選手なんかがね上がってくるかなというふうに思います。コメント読んでいきましょう。青木や坂口の年齢考えるとやっぱり即戦力の外野が欲しい、でも今年塩見が一人立ちてくれたのは大きいわということですね。こちらを見ていきましょう。青木ももう年でしょう。さすがに全盛期より劣るし、頼りきりなのは野軍ファンも感じてるはずということで、やはりですね、高齢化が外野は顕著なのかなというふうに思います。特にやっぱ青木選手、坂口選手ですよね。まあ、この2人、左のね、選手、本当にいい選手たちなんですけれども、やっぱり年齢には勝てないなというところで、塩見選手は出てきたんですが、そろそろ次のね、ドラフト候補、っていうのを取っていきたいなと。で、まあ、見る限りはですね、やっぱり正木選手で梶原選手が結構人気かなというふうには思いました。ヤクルトとしては、まあ、打てるね正木はもちろんなんですが、センターラインを守れる梶原選手、将来性っていうことも考えてね、まあ、かなり魅力的に感じるのかなと。昨年の佐藤輝明選手の成功もあるので、もしかしたらね梶原選手、まあ、繰り上げとかで1位になる可能性も十分あるのかなというふうに感じました。はい、では最後ですね、1位見ていきましょう。はい、ではヤクルトのドラフト1位ですね、ファンが選ぶ第1位は即戦力左腕ということでございます。投票数は 40% ということで、しっかりとね、まあ、票を集めておりました。で、指名候補もかなり多いですね。まあ、バッと上げるだけで上位候補はまあ8名、まあまあ、他の候補も結構ね、いますので、本当にね左腕っていうところは今年取りに行くところだなというふうには感じます。で、コメント読んでいきましょう。なかなか奥川級狙おうとしたら抽選になるので、即戦力の投手が欲しいということですね。こちらも読んでいきましょう。ヤクルトは左投手が足りないから、西日本工業大の隅田くん、などがいいかなと思ったので、即戦力左腕に投票させていただきました。青木はフルでは、厳しいと思うので、最低外野手は1名、指名してほしいかなと思ってますということですね。はい、やはりですね、即戦力左腕ですね。そもそも左ピッチャーはちょっと不足気味っていうのは感じてるのかなというふうに思いました。まあ、ヤクルトの左腕でいうとやっぱ石川選手ですよね。まあ、彼がずっとね、まあ、投げているというところもあるんですけど、年齢も年齢なので、まあ、本当にもういつまでも頼りきりではダメだというところで、まあ、欲しいところと。で、非常にね、やっぱ豊作っていうのが大きいかなというふうに思います。昨年ね、山野選手を2位で取ったんですが、いまいちというところで、彼以上のね、まあ、可能性のある左腕っていうのは、今年本当にいるなというふうには感じるので、まあ、全然ね、取っていっていいのかなというふうにも思いますし、即ね、活躍してくれる選手っていうのは、指名候補の中に、まあ、何人かはね、絶対いるとは思いますので、それをうまく見極めて、指名、してくれたらね、一番いいのかなというふうには思いました。はい、というわけで以上、まあ、第1で即戦力左腕でございました。はい、ではまとめます。ヤクルトのファン投票1位は、即戦力左腕で 40%、 2位が即戦力外野手で 21%、 3位が即戦力二遊間で 16%、 高卒投手が 15% で、5位が高卒大型スラッガーで 9% でございました。まあ、こんな感じですよね。意外と、まあ、結構ばらけたなというか、まあ、即戦力左腕が、まあ、欲しいんだろうなっていうのはあったんですけど、意外と外野手が人気だったなという感じでございます。で、あとは結構コメントでもあったのが、社会人ですね、右ピッチャーで広畑選手、欲しいということですね。まあ、確かにね、彼名前上がってくると思います。ヤクルトファンっていうこともね、まあ、ありますので、ソースお会いで指名っていうのもそこもね考えられるのかなというふうには思いますので、まあ、どうなるかといったところですね。で、今回はですね、まあ、ご紹介しましたが、次は年齢ピラミッド、あとは現在のチーム成績、をですね、まとめたものを近日配信予定ということで、まあ、第4弾の動画になりますので、ご覧いただければというふうに思います。というわけで、以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などもいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。